本日もですね、タラの木の生育具合を見てみたいと思いますね。ついでにですが、こう自宅周りの山のね、桜がずいぶん咲いてますので、お花見もついでにやりましょう。この手前のね、山桜なんですが、これは昨日の大雨でね、かなり散ってしまいましてね、葉桜と言いますか、この赤い葉がちょっと出るんですけどね、山桜特有の葉桜状態になってますね。その奥も山桜なんですけども、これは今満開でね、昨日の大雨暴風に対しても全然大丈夫だったようですね。さあ、まず自然の方のタラ園を見てみましょう。頭頂がですね、いわゆるそのてっぺんの部分はすでにこのように歯が伸びてしまって、目の状態ではなくなっていますね。今年は頭頂がは取らないように心がけました。毎年心がけてるんですけど、母親がね、いつも勝手に取って配ってしまってるんで、なかなかこのタラ園全体が育たなかったんですが、今年はね、注意をしておりますので、残っておりますね。これも頭頂がの様子ですね。何やらこう切った跡がありますね。これは私が切ったのではないので、おそらく母親が黙って取っていって、そして、皆様にお配りしたと考えられますね。こういうことなので、なかなかね、農作業っていうのは大変でして、こうやって人がね、持ってってしまうということもありますし、この辺りでも、イノシシやね、猿が持ててしまうというね、そういうこともやっぱり起きておりますね。これなんか食べれますよね、天ぷらできますが、もちろん私は一番上のところは食べませんね。季節がね、だんだん春になってきましたから、柿の葉っぱですね、新芽が出ておりまして、この紫の花は何か私も分かりませんけども、出ているんですね。お花見も兼ねてということですから、こんな感じで、どうでしょうか。この桜はソメイヨシノという種類ではありません。ちょっと花がね、小さくて葉っぱも出てますね。これが山桜の特徴ですね。今回のふかし栽培に使ったホギですね、それを取ったものなんですけども、この先端が切られていますね。そしてその下から芽が1つ2つ3つ出ております。ですからこの木にとってはここが頭頂がになりますよね。これを切ってはいけないと。この3つぐらいは残して、さらにこうですね、またここと順番にね出ますから、食べたい人はそういうものを食べましょうということなんですね。天気がいいのでね、鳥の鳴き声聞こえますかね。本当に鳥たちが泣き叫んでいるという、そういう感じですね。ここもですから先端を取ったところですね。あまりに鳥がねうるさいので、一体何かということでね、ちょっと私も近く行ったんですが、さすがに人間が近づくと静かになりますね。黙ってしまいました。これも山桜ですが、山吹ですね。ベランダからは猫がね、私に気がついて、呼んでいますね。これも山桜の木です。
どういう種類の桜の木かは分かりませんけれども、ちょっとアップにしてみましょうかね。こういった葉がね出るタイプですね。花は下を向いているという感じですね。私がこちらに引っ越してきた時ですね、クズの葉が巻いてしまってね、ほとんど枯れそうだったんですね。そういった枯れそうな木でも、まあ手入れというほどではありませんけどね、巻きついたつるを外しただけですけど、まあ、一応こうしてね復活をしまして、見事なね、春を迎えているわけですね。早速ですが、ふかし栽培のその後ですね、これは2月14日に切りましたホギの様子ですね。すでに前回の動画でしたか、15本ぐらいね、こうして大きい芽が出てきたものはもうお配りしてしまいましてね、ですからその残ったものですね、まだ生育が遅かったもののグループです。もうこのくらいになりますと葉っぱになってしまいましたので、ちょっとこれ取り遅れたなということで、ぼやっとしますとね、食べ頃を逃してしまうということですね。2月14日ですから、もう1ヶ月、下手すともう2ヶ月近くなってしまってるんですが、まあある程度大きくなったものもあればね、こうやってこういつまでも調子が悪いものもあり、まあ多分この辺のものは最終的に食べれるところまでいかないんじゃないかという気がしますね。ただまあ水温の管理をしなくてね、こうやってズボラにその屋外で、放置してあるだけでも、まあ半分ぐらいですかねはまあ食べれるものになったというふうに今考えておりますね。まあ2月14日の分に関してはこういう状態だと。次はですね、3月14日にふかし栽培をスタートしたグループですね。例えばこれなんかはまあ OK だろうと。それからこの辺にもまあ出てますね。これももうすぐかなと。これもいいだろうということで、やっぱりその頭頂がですね、そのもはやそのこうやってね細切れにする以前から芽が出そうになっておったものに関してはもう食べれますね。いい状態です。まあここなんかね、昨日の大雨で水没してますけど、まあね水なんかもこうやって自然に、交換すればいいということですね。あとはこの辺目の前にありますね、これタラの木のベイビーですね。こうやって、地面のね根で勝手に増えてくるということですから、まあ一本大木があればね、あとは自然に増えます。まあしかしどう見てもね、この自然界のものが一番豪快ですよね。丸々太って本当にうまそうだという感じに見えますね。ですからまあふかし栽培はそれはそれでね、たくさんの数が取れるし、そのまあ何て言いますかね、伸びすぎたそのタラの木をねお掃除するには非常に、いい方法だと思いますけども、まあ、やっぱりちょっと手間がかかるということとね、あとやっぱりこの自然界で育ったもののね、この元気の良さっていうんですかね、そういうものを比較しますと、やっぱり、天然物が一番と。結論はまあそんなとこですかね。これなんか面白いなと思うのは、ここがね頭頂芽なんですけど、いわゆるてっぺんよりも先にね横の方が出てしまった例ですね。こういうものもあるのかという感じですね。ここにも誰かが取った形跡がありますね。やはり母親は取ってないと口で言ってきながら実は取っていたということね。毎年こういうことでまあ困っているわけですね。3月14日にね、ふかし栽培を始めたグループについては非常に、まあ、発芽の率が悪くてね、本当に数本しか出てませんので、まあ
このグループは、まあ、せいぜいまだ1割ですね。食べれそうなものはまだ1割ということで、まあ、今後これがどうなっていくのかね、見ていきたいと思いますね。こちらがね、ソメイヨシノですね。もう葉桜になっていますけども、まあ、昨日はあまり雨があれだけ降りましたけどね、まだ花はしっかりありますね。ソメイヨシノというのはさて品種改良されたね、お花見用の桜ですので、丈夫いわけですね。ベランダからの風景ですね。これ手前はモミジです、ね、モミジの新芽が出てきましたね。そして先ほどの山桜ですね。そして裏山となりますね。この左下あたりがタラ園となりますね。こうして2階のね、窓から、まあ、花見ができるという、場所であります。山桜の方は、まあ、すでにね、終わっておるということですね。大変いい天気なので、まあね、農作業日和だと思いますね。